この乗客たち水着は全員年を取って弱っている。死んじまった者もいるのか。ディマウント・グラッチェ、やはり無差別に攻撃しているぜ。はもうねえ、あんた助けてほしいんだよ。俺どうなっちまってんだよ。涙目のルカと名乗る貧困を仕切っているギャングが、向こう行ってろ。バカめ、涙目のルカと名乗る貧困を仕切っているギャングが、ディマウント・グラッチェ、ディマウント・グラッチェ、時価は素早いんですよ。ディマウルト・グラッチェ、兄貴、プロシュート兄貴はやっぱ好きや。ディマウルト・グラッチェ、これぐらいのことで騒ぐんじゃねえ。水着はビキニなんだ。俺たちチームはな、そこら辺の大口叩いている負け犬どもとはわけが違うんだからな。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだ。行くぜペッシー。ミスタが3両目から出てくるのを俺は見た。娘は食堂車にいる。列車の窓から見えた感じでは、ブチャラティは駅のホームで何か黒いものを受け取った。涙目のルカと名前、空港を仕切っているギャングが、この食堂車で今探すのは水着はビキニなんだ。は、兄貴、物陰に何か動くものがあるぜ。なんだこりゃ。亀かよ。そしてこの亀の背中にくっついてるものの中には、ディマウルト・グラッチェ、見つけたぜ、見つけたぜ。他の奴らも見える。ディマウルト・グラッチェ、こちら一人足りないんじゃないですか。ブチャラッチだ。兄貴、中にいないのは、あ、兄貴、水着はビキニなんだ。何、任務は遂行する、部下も守る。お前ごとき両方やらなくちゃならないってのが幹部の辛いところだが、覚悟はいいか。